中国不是韩籍，中国不是韩籍，中国不是韩籍。内藤証券中国株情報。皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110からの生放送です。解説は内藤証券投資調査部のリー・アンさんです。リーさん本日もお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。では市場の動き振り返ってまいります。まずは本土市場上海総合指数です。こちら前回お休みでしたので今回は過去2週間の相場の動きの振り返りとなります。中国本土市場上海総合指数、こちら昨日8月18日火曜日の終値が 3451.089 ポイントで、4日火曜日の終値に比べまして 2.35% 高となりました。変わりまして香港市場ハンセン指数です。こちらは昨日の終値が 25367.38 ポイントで、4日火曜日の終値に比べまして 1.69% 高でした。上海総合指数は3400ポイント、ハンセン指数25000ポイントをそれぞれ回復しています。ではリーさん解説お願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではまず上海総合指数から見ていきましょう。こちらのグラフを見ていただきたいと思うんですが、過去2週間ですと概ね8月相場となります。で青い点線で囲んでいるところがございますが、左側が7月、右側が8月となっております。このように見ていただきますと、8月は、7月は値動きがすごく激しい1ヶ月となりましたけれども、はい、8月は値動きの幅がやや縮小しました。そして上海総合指数は8月に入ってからは下値を切り上げていることが骨格にいただけま す, です、ね、で特に17日ですね、一番右側の、陽線ですけれども約1ヶ月ぶりに3400ポイントを回復しました。でちょうどこのピンク色の点線で、示しているところは7月の急騰時につけた高値ですね、3458ポイント近辺まで上昇しました、はい、で特に17日の上昇が注目されたわけなんですけれども、一番の要因は中国人民銀行による資金供給です、はい、実際先週末は米中協議の延期など相場にとっては悪材料もありましたけれども、中国人民銀行が予想外に流動性を供給しましたことを受けまして、上海総合指数は金融株主導に大幅高となりました、はい、まあ、結果として当局による資金供給が米中間の緊迫懸念を相殺した格好となっています。米中緊迫よりも中国当局による資金供給が材料視されたということなんですね。そうですね、これまでの相場上昇を振り返ってみますと、新型コロナと米中緊迫といった不安要素を抱えながらも株式市場が回復した背景には2つありまして、1つは景気の V 字型回復、そしてもう1つはそれを支える金融緩和があったからです。しかしこの2つの要素は7月の経済指標からはやや不確実性が確認されました。ちょうどそのタイミングで当局が予想外に流動性供給を実施したこともあり、相場が大きく反応したわけです。なるほど。さあ7月の経済指標、こちらはそれほど良くなかったということなんでしょうか。そうですね、より具体的にこちらの表で見てみましょう、はい、こちらは時系列で7月に発表された7月の経済指標ですね、8月に発表されたわけなんですけれども、こちらの、真ん中と右側に矢印があるかと思います。赤い矢印の部分は市場予想を上回った経済指標です。そして、下向きの青い矢印ですね、その逆で市場予想を下回った、もしくは前月の実績を下回ったということを示しております、はい、これを見てみますと7月はおおむね回復しましたけれども、一部の経済指標は市場予想を下回りました。でこの中に特に注目されているのは真ん中の、黄色いところで囲んでいる部分ですね、社会融資総量とマネーサプライの M2 です。つまり資金供給を示す指標です。これはいずれも市場予想そして前月の実績を下回りました。これを受けまして市場の一部では金融緩和の終わりを示唆するものなのかという不安視する声もありました。11月以降相場が軟調だったのはそういう不安が背景にあったからです。
そして17日に中国人民銀行が資金供給を実施しましたので、その不安を払拭してくれる材料となったわけです。ただ昨日18日に当局は大掛かりな緩和は実施しないということも表明しておりますので、上海総合指数はやや方向感を乏しく狭いレンジで揉み合ったわけでございます。はい、わかりました。では変わりまして香港市場です。こちらはいかがでしたでしょうか。はい、香港市場は、先々週はやや軟調だったんですが、こちらのグラフを見ていただきますと少し回復しました。香港で新型コロナの感染再拡大が少し弱まってきたこともありまして、8月12日ですね、ハンセン指数が2万5000ポイント台を回復しました。で、12日の回復局面ではこれまで新型コロナ影響で織り込まれてきた香港の地場企業が大きく買われました。そしてカジノ株も上昇しました。中国本土の樹海市からですね、マコへの個人旅行は再開したことが好材料となりました。で、その後2万5000ポイントを維持したわけなんですけれども、本土市場に連れ高した形となっております。はい、本土市場、香港市場の動きをまとめて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。内胆证券中国股市行情。知って得する情報コーナー。このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げています。サーリーさん、今週の話題をお願いします。はい、今週はハンセンテック指数についてお話ししたいと思います。まず、この指数の具体的に紹介する前に一緒に、人のグラフを見てみましょう。折れ線グラフは2つありますけれども、最近では香港市場といえばハンセン指数というのが、まあ、代表的な指数でありますので注目されがちなんですけれども、ここ最近ではハンセンテック指数が注目を集めております。でグラフでは赤い折れ線グラフがハンセン指数、そして青い、折れ線グラフですね、上にあるものがハンセンテック指数となっております。ハンセン指数は今年軟調のようにも見えますが、ハンセンテック指数は好調のようですね。だから注目されてるんでしょうか。そうですね、それが一番の大きい要因です。そしてもう一つ要因がございまして、ハンセンテック指数は香港版ナスダック指数というふうに、ものとして直近発表された指数でもあるからです。はい、ではこの概要を具体的に見てみましょう。ハンセンテック指数は香港市場に上場している時価総額の大きいハイテク関連株で構成されています。で、組入れ銘柄数は30銘柄です。で、指数の公表開始日は、先月ですね、7月27日でして、算出基準日は2014年の12月31日、3000ポイントからスタートしています。続きまして、構成銘柄を見てみましょう。30銘柄の中で、ざっくりこうやって見ていただきますと、中国を代表するようなハイテク銘柄の名前がずらりと並んでいます。本当ですね。例えば1位から3位ですと、これもアキさんとも多分聞いたことあるかと思うんです。アリババだったりとか、はい、もちろん。で、2位のテンセント、そして3位がメイトアンテンビンというふうになっております。まさにテック指数ですね。そうするとハンセンテック指数の動きである程度中国の IT 企業の株価動向が把握できるということではないですか。そうですね、さっき年初来からの推移を見ましたけれども、長いスパンでもっと見ましょう。実際この指数の提供会社は、その7月27日前夜のデータも提供されておりますので、スタート時点から一緒に見てみましょう。はい、で、左側3000ポイントですね、2014年12月31日スタートしたものが、で、昨日の終値ですね、ハンセンテック指数は7171ポイントでして、この間ですね、つまり約6年8ヶ月の間で 2.4 倍になりました。はい、ただこちらのグラフでもお分かりいただけるように、この間はその間山あり谷ありというような状況でもありました。そうですね。で、まず、左側から順次に見てみましょう。15年のチャイナショックの時、3000ポイントから4700ポイントまで上昇しましたけれども、バブルの崩壊で3000ポイントまで下がってしまいました。で、その後本格的にハンセンテック指数が上昇し始めたのが16年です。
で振り返ってみますと、当時は中国経済が高成長から中高成長へ、つまりまあ新状態、今ではニューノーマルというのがもう普通に言われておりましたけれども、当時もその言葉が初めて出てから盛んに聞くようになった時期でもありました。はい、でこれまで中国経済を牽引してきた産業よりもニューエコノミーが高成長し注目を集めました。そういう背景もありまして、ハンセンテック指数は上昇が続きまして、そしてちょうどこのグラフの真ん中あたりですね、17年の11月には6247ポイントの高値をつけました。はい、ただ18年に入ってから、ちょうど17年の暮れからですね、18年にかけては下落しました。これは世界同時株安ということになりますけれども、背景には米国の長期金利の大幅上昇を受け米国株急落し、世界的にリスクオフが起きたというのが背景にあります。その後追い打ちをかけたのが米中貿易摩擦です。その結果このグラフでもはっきり分かりいただけます。一番長い下落のスパンでしたね。その間18年は年間を通して株安となりました。で19年に入りますと上昇トレンドを取り戻しておりまして、米中協議の期待で、まあ、過度な悲観論が後退したことが背景にあります。そして今年ですね、20年は新型コロナの影響で一時は大きく下げましたけれども、一番右側見ていただきますと4月以降は急反発しました。うん、確かにこのグラフで見てみると今年3月以降の上昇急ピッチですよね。そうです。はい、一番の要因は、まあ、今実際、私たちの生活にも大きく影響している2つの要素ですね。米中間の戦争、ハイテク戦争、はい、そして新型コロナ、ね、この2つがあるんですけれども、このいずれも中国のハイテク化を促すことになると期待されているからです。で、まあ、中国、まあ、日本でも同じような言葉があると思うんですけど、災転じて福となすという言葉がありますように、今のような状況下、例えば新型、コロナというような状況下でも恩恵を受ける産業が企業があるということで、まあ、実際多くのハイテク株は今年上期ですね、1、6月期の決算を見ますとかなり好調でした。うん、そうでしたか。はい、ただし高決算を織り込んで株高が続いたこともありまして、決算発表後は利益確定売りに、となった銘柄もありました。その影響もあって一番右側を見ていただきますと、少し高値圏でも足踏みしているような状態も確認取れるかと思うんですけれども、まあ、高値圏で今揉み合っているような状況です。そして短期的には利益確定売りの圧力、そしてまあ他の外部要因によるリスク回避の売りですね。この辺は中国本土ではまあアメリカ株の調整も警戒しているおりまして、その他まあ米中関係、まあ、どういうふうになるか、11月末に選挙が控えております。その間どういうふうに両国を動くかというのは不安要素もありますので、短期的にはリスク回避のことを警戒する必要はあるかと思うんですけれども、中長期的流れから見ますとハイテク株は引き続き注目が集まるんじゃないかなと思います。はい、わかりました。本日はハンセンテック指数について詳しく解説いただきました。さあ、次は9月の放送となるんですよね。そうですね、はいはい、9月の初めの週は千原が担当しますのでよろしくお願いします。千原さんも戻ってきます。では本日はこの辺で失礼いたします。李さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。